このチャンネルではプロレス実況アナウンサー清野茂樹が講師において40年プロレスに携わる中で自宅に眠るプロレスお宝グッズをただ自慢するだけの動画です。どんな朝礼アイテムが登場するかどうぞご期待ください。さあ、それでは続いてご紹介するのはこちらです。見てください、これ古いバインダーです。もう紙とかものすごい変色してますよね。はい、古い週刊ファイトです。1967年のもので、見てください、これはね、ジョニー・バレンタインとアントニオ猪木じゃないですかね。アントニオ猪木が、まあ、日本プロレスを辞めて東京プロレスを旗揚げして、ジョニー・バレンタインあたりとこう死闘をしていたという、そういう時期にあたります。で、なんかもう誇りが出てくる感じ。はいね、ババとか豊昇りとか、まあ、1967年というと、ジャイアント馬場がトップで、猪木は一度東京プロレスを旗揚げするんだけども、戻ってきてジャイアント馬場と BI 法を結成するっていう、まあそういう年ですよね。見てください、もう色がもうかなり黄ばんでますけども、エロのページなんかもあったりして、こっちは馬場の連覇不動ワールドリーグ戦、こんな展望なんかもね、記事載っておりますが、もうとにかくもう誇りがすごいんですよ。これこの週刊ファイトっていうものはですね、何かと言いますと、まあ、プロレスの専門誌ですかね。プロレスをまあ主に報道している小さなタブロイド紙、新聞です。で、本拠地がですね、大阪にありまして、これが結構ポイントで、新大阪新聞社という会社が発行しておりました。つまり東京からやっぱり距離があるので、なかなか団体の目が行き届かない。つまり、もう好き勝手書いちゃえって感じで、結構ね、飛ばし記事と言いますか、過激なことを書いていた新聞なんです。でも一部の読者からは熱狂的な支持をされていたという、かなり特殊な新聞でございましたが、これね、どうしたかっていうと、その週刊ファイトって今もうないんですよ。存在しないわけですよ。かつては週刊プロレスと、それから週刊ゴングと、それから週刊ファイト、この3つがですね、プロレス三大誌というふうに言われたんですが、2006年にこの週刊ファイトは休刊となってしまいました。まあ実質的にはもう廃刊という形で、僕はまあ結構この週刊ファイトはまあ好きだったんですよね。で、休刊になるって話を聞いて、副編集長、まあ知り合いだったもんですから電話したんですよ。昔のファイトって編集部置いてないですかって聞いたら、大昔のはちょっとあるかもなとか言って、あります、ぜひそれ着払いでいいから送ってください、わかったわかったって言って送ってもらったのがこれってわけです。まあ正直ですね、送られてくるときはこれほど古いもんだと思わなかったんです。もっとなんか綺麗にね、編集部だからなんかファイリングしてんのかなと思ったら、ものすごい感じでしょ。でも埃っぽいし、これ匂いもね、なんかこう酸っぱい感じ、カビ臭い匂いがこう開けたらふわっと漂ってくるんですよ。まあ正直家の中にあんまり置いときたくないなっていう感じはするんですが、で、国立国会図書館ってほら過去のね、昔のその新聞とか雑誌とかをほら保管してるじゃないですか。週刊ファイトももちろんあるんですけども、国立国会図書館の中に保管してあるのは1980年以降のものなんです。80年より昔のものってないんです。だからこの週刊ファイトというのは国立国会図書館にも保管されていない貴重な週刊ファイトということになります。だからもう僕がこれ捨てちゃったら誰もこれはもう保管できない。だからもうプロレスのこれは貴重な資料として私がしっかり受け継いでいかなきゃいけないなという、まあ何でしょう、勝手な責任感で、家の中に今も段ボールに詰めて、押し入れの奥深くに保管しております。はい、じゃあ続いてご紹介したいのはですね、こちらですね、プロレスの研究ノートです。まあ単なる大学ノートに見えますけど違うんですよ。実はこれ開けるとですね、こんな感じで過去のまあワールドプロレスリングでどういう試合が中継されたか、例えば1974年の6月26日、大阪府立体育会館でこういうタイトルマッチがありました。アントニオ猪木とタイガー・ジェット・シンが3本勝負で戦いました。で、1本目はこうで2本目はこうでみたいなことで、シンはこの時時間をかけて入場した。猪木のセコンドは坂口とクリスとエーゲンだったとか、なんかそういうことを細かく、記録してるんです。と言いますのもね、僕はそもそもプロレスそのものが好きというよりもプロレス中継が好きなんですよ。だからテレビで見るプロレスがとても好きなので、この日のテレビではどの試合が放送されたかとか、あとはその試合中継、まあ
時間の関係で途中でブチッと生中継が終わったかとか、そういうことがとても大事なんです。あとは実況が誰だったかとか解説が誰だったかとか、そういうことまでこと細かにですね僕は、記録を取ってるんです。で中にはですね例えばやっぱり実況アナウンサーですから過去の歴代の実況アナウンサーのフレーズとかもね、気になるんですよ。例えばこんな感じですよ、1987年の3月2日、草加で、中継生があったと。で実況古谷さんで解説山本さん、レポートが藤井アナウンサーだと。で45分一本勝負レフリーは柴田レフリーで、武藤圭司とジェリー・グレイのシングルマッチがあったと。でこのジェリー・グレイの入場で、まあ、生中継ですから入場シーンでこのいわゆる中継の頭付けというのがあるわけですよ。東京から日光街道へ行きますと埼玉県の玄関口この草加市が開けてまいります。そして日光街から荒川を挟んで望むは夕闇に霞むメガロポレス大東京、昼がやりますと夕焼けに染まります富士山のシルエットが飛び込んでまいります、みたいな感じでこういうことも書き取っております。なんかこう勉強になりますよね。自分もなんかこういうフレーズ時々使えないかなと思って、いつでも使えるように、こうやって書き留めております。やっぱりこういうノートがあるのはね便利なこともあるんです。例えばねこんなことがありました。この間テレビ朝日の音工さんがですねタイガーマスクの音付けをしたいんだけども、清野さん1982年の6月の蔵前でやったウルトラマン戦の時にどんな入場テーマを使ってたか分かりますかって言われたら、あちょっと待ってくださいねってもう電話かかってきましたけど、これすぐこうめくって、あこの時はタイガーマスク2世で入ってますとかね。ここには結局テレビ朝日で過去どういう試合が中継されたか、そして今現在テレビ朝日のライブラリーにはどんな試合が残されているかというのを私は全部把握しております。これを見たらもう一目瞭然なわけですね。勝手にテレビ朝日の、まあ、映像ライブラリーを把握するという意味でも、大変役に立っております。